まずは悪いなりにゲームを作れたという榎田の立ち上がりの投球から見ていきましょう。まあ、実は1回はピンチを迎えていたんですが、ここは三振、角中からこのボールでというところでした。まあ、制球がちょっとばらついていたところは橋本さん立ち上がりありましたけどもね。そうですね、要所要所やっぱいいボールも中にありましたのでね、はい。一方の有吉です。こちらは先発最初のゲームで黒星がついていこうというのは連勝中だったんですが、その中での投球になっていきます。まあ、こう盗塁が絡んでこのシーンですね。サードへ送球したんですが、ここ鈴木大地グラブに当てて弾いてしまいました。エラーでライオンズが1点を先行します。そして3回ロッテの攻撃、ここは満塁というところだったんですが、ここあそこを秋山が、これは非常にポジショニングをしてましたね。これはもう本当に外野手秋山のファインプレーだと思いますね。その流れの中でこの浅村の見事なホームラン、大きな追加得点になりました。2試合連続のホームランは18号。これで3対0。見事に期待に応えました。さらにはなおもチャンスが続いて金子裕二、初球を捉えて左中間を破ります。走者一掃のタイムリーツーベースヒット。これで一気に6対0とリードを広げました。まあ、終わってみればあの3回のビッグイニングが橋本さん大きかったでしょうかね。そうですね、満塁からの金子の一打でほぼ、今日のゲームはということだと思いますね。はい、その後チェンにつないでロッテ源田、宮崎連続の内野安打からここはタイムリーヒットです。これで7点目。中盤に入って4回です。この打球だったんですが、また秋山ファインプレーで榎田を助けました。何度見てもというプレーになりました。秋山翔吾、そしてランナー出しながら得点がなかったんですが、ロッテ5回です。ようやくランナーを置いて、ある程度は点差もついた状況で抑えにかかったところ、井上の第16号のツーランホームラン、ロッテが2点を返します。で結局榎田5回で降板ということになりました。で5回の裏のライオンズの攻撃です。ピッチャー3人目南から源田を引っ張ってのヒットになりました。この時点でキャリア初めての4安打、2打席連続のタイムリーヒットです。さらに8回、ピッチャーは6人目西野が上がっていました。この打席が先頭で、この当たりが今日5本目内野安打、もちろんキャリアハイの5安打目になった源田壮亮。で最後はカスティーヨです。三振で3アウト。源田の新人開幕からの221試合連続試合フルイニングを勝利で飾ったというゲームになりました。辻監督も笑顔です。ではゲーム後、これが前半戦。